ですね。前回普通の子。ちょっと歪んじゃったね、ごめんなさいね。で、ここは心臓でここが肝臓ですね。だから普通の子に比べると相当大きいんですよね、心臓肝臓が。だからそれがためにここの胸部機能とか腹部機能、特に腹部機能がこの黒いとこね、めちゃ少ないです。めっちゃ少ないです。で、さっきここ触れてるのはさ、ここ触れるかな。まあグリッドはありますわね。だからグリッドがあるところは3番目の胃袋で筋胃なんだけど、まあ触れてるのかな。確かに左だもんね。これ左だからね。でそこまではこれ軟部組織しかないからさ、かもしれない。ただ卵もさ、最初ああいう風に触れるんですよ。だけどそんな触れたら多分そこから、ね、24時間から36時間ぐらいで置いてできますんでね。だから卵はある感じは全然ないですもんね。映ってもないですね。映ってないですね。であとサイズが大きくなってるね。ああやっぱり9月と12月で大きいですね。ちょっと歪んでるとは言いながらもさ、であとここの部分、胸部の機能の部分がさ狭くなってますもんね。だから心臓も肝臓も申し訳ないけどちょっと大きくなってると思います。で横向きで見るとここで触れるやつだからさ、そうするとこれはグリッドだからさ、筋が触れてるのかもしれませんね。もしくは他のものかもしれない。その断定はちょっと私もできないけど、まあ、だいぶ違うもんねこのサイズ。そうですね、申し訳ないけど、だからどうすることもできない。大きいのは元にはもう大抵こういう大きいのってさ、5歳過ぎてからの子がね、どうしてもちょっとそういう素因があって悪くなってるケースがあるけど、こんな生後何ヶ月かでこういう風ってことはもう申し訳ないけど明らかに先天性のものがあるんですよ。だから大きいもらえないんだと思うんですけどね。だからなるべくその辺の心臓のね機能を高めて負担を取る薬、心臓の収縮力を高めて血管を広げる薬とかね、肝臓の機能を高めて胆汁のあれをする薬とかを飲んでもらってるわけなんですけどね、というところですね。そうか、3ヶ月でちょっと大きくなってるんだ。大変だなもんね。まあだからね、まあこれで長生きする子もいるかもしれないけど、普通に考えたらちょっと、はい、だいぶ早いです。可能性はあります。だからこの子が呼吸がさ早くなったらさ結構問題になってますんだ、体の中が。心臓とか肺とか機能とかね、割と暑がりで早くなるのは、だからそれがさ、これがあるからかもしれないですよ。だから要は肺の部分が狭いわけですよ、人間でいうと。それも正常の半分よりももっと狭い。だってこれが正常だからね。そうですよね。それに比べたら、これに比べたらさ、この黒いところのサイズが全然違いますよね。まあ、腹部はね、体の体重を少なくするための機能だから、ただ空気が入ってるだけだけど、胸部は肺と機能があるからここでガス交換するんでね、その部分が狭いかなと思います。まあでも頑張ってはくれてますね。